カール・ルートヴィヒ・ハインリッヒ・ベルガーはドイツのピアニスト、作曲家、ピアノ教師。ベルガーはベルリンに生まれ幼少期をテンプリニア・フランクフルトで過ごしながらフルートやピアノを学んだ。後にベルリンでジョセフ・アウグスティング・ルリッヒに作曲を指示した。クレメンティと親しくなった。彼はクレメンティを訪ねてロシアに赴き、その地で8年間過ごした。彼は ロシア滞在中に結婚するが、一年も経たずに妻を亡くしてしまう。ナポレオン戦争が勃発すると、ロンドンに逃れ、そこではピアノ演奏を披露して、好評を得た。1815年にベルリンへと戻り、終生そこに泊まることになる。腕の神経に異変をきたして、ビルトオーゾとしてのキャリアには終止符を打ったが、彼は指導者として、名声を確立していく。 名高い門弟には、メンデルスゾーン、タウベルト、ヘンゼルト、ハインリヒドルン、アウグスト・ビルヘルムバッハなどがいる。ベルガーは160曲以上の独唱歌曲、1曲のピアノ競争曲、7つのピアノソナタ、29の練習曲やいくつかの教育用、ピアノ曲を作曲した。ベルガーは1839年にベルリンで没した。ありがとうございます。